尾ひれをつけて上に上がってきて歩いてでちゃんと穴を掘って、ね、卵を産んでくれてでその卵が帰った時に、まあうん、彼女の生命としてのね、なんていうかな本質を全うできたんじゃないかなというふうに思いますね。